深呼吸するとか、一泊置くとか、そういう、うん、まあ基本的な、ねうん、アングリーマネジメントみたいなのあるじゃない。うん、あるね。あれって、やっぱり、まあ、あれも大事なんだけど。うん、いや、そりゃね、怒ることもありますよ。はい、なんだ、今の言い方は。<laughs> 俺も怒られてやっぱりまず最初で挨拶だろ。<laughs> え、もう何そんな怒んのいや,いやいやいや、だめだよ、今の入り方、失礼じゃん <laughs> んんみんな視聴者に失礼だよ。全然怒りがコントロールできない人じゃない。<laughs> だって今怒れって言ったじゃん。<laughs> 怒れって言った。に <laughs> わせた。<laughs> 怒れってにわせたよね。にわせたにわせた。にた, <laughs> たよね。うん、<ー>でも岡田さんに関してはね。はい。 いやコントロールできる方だと思うんですよ。ああありがとうございます。かな。たまに俺見るもんな。うん、そうかもしれないね。僕は僕はそんなんじゃ当時ないよ。すごいなんかなんかすぐ怒るってなんか見たことあるよ。うん全然そんなこと言われても多分矢口さんはイライラしてるんだろうな今。なんかねなんかかわし方も下手なんだよ。お前今のもっかい言ってみろよ。怒った。怒った怒った。 なんか怒り ?3 回しか耐えれない限界があるのね。限界がこのように、怒りでね、損すること、俺、いっぱいあると思うんですよ。やー、ありますね、特に今の時代は、バカだと思われますからそう、ばかだまず第一に、印象。周りからの印象、だから、その怒った人だけじゃなくてね。 あれほんと損しますよねだからもう怒るときはあ、うんあの、もうその縁は切っていいっていうときから、のその怒ることが響くタイプの人だけにしか怒っちゃダメですよね。うそういうタイプには怒っていいんだ。うん、ちゃんとなぜ怒ってると、まあ叱る、叱る叱るだね。あ、そっか。怒るはだって自分中心だもん、ね。そうそうそう,そう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 。ああああ確かに確かに。うん 叱ることは多いよねあの叱るまあ叱るサトスサトスかなんかえっと強めに言いっ強く言ってあげないとわかんない人に強く言ってあげるそう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 ,そうで、うん、そのコントロールはどうやってやってるんですか怒り、ははいはいはい。あのあのね怒りやすい人ってことでしょうん。 うんあのー、これは例えばボキャブラリーの語彙力がないのと同じでそ<う>感情の,その種類が少ないんですよね。ああそういういことだ、うん、なるほど、うん。だから例えばじゃあ例えばさっきみたいに、まあ、さっきのはわざとだけどこう嫌味っぽくことを言われたとするじゃないですか、うん、でそこに対して選択肢感情の種類が少ない人は怒ったり、ね、へこんだりするしかないわけですよ。うんうん うんうん、でそこに対して例えば「お言うで」みたいな相手を見透かすようなリアクションとか感情がある人はそもそも「あなんでこいつは今日こんな俺に突っかかってくるんだん何かあったのか?」<laughs> っていうところを楽しめる人はリアクションが変わってくるわけですよ。でそういうことをさする人に対しては。うんうん 相手はもう攻撃はしてこないので逆に自分が裸にされちゃうんで、うん、<laughs> 確かに確かにはいだからそういうオプションを増やした方がいいと思うなるほどね大体「喜怒哀楽」っていうぐらいでもう4つぐらいしか感情ないと思っている人がそういう感じになっちゃうんだろうねうんだと思うねあ<ー>だからそこの間のニュートラルなところが持ってるとあのー、そっかうん短絡的にはならないと思う例えばその サービスを受ける側とかでサービスする側が明らかにミスをしたとするじゃない、はい、決定的なミスとかがあったとするじゃないでた例えば俺ついこの前前あったんだけど、うん、あのー、泊まってるホテルに、はい、あの出かけて、うん、で女の子を連れ込んで入ったら、はい、あの前の日に。うん 電話のところに置きっぱなしにしてた、まあ、俺もよくないんだけど何、うん、でしょうあのゴムが置きっぱなしにしてあったのね。そこはちょっと正直ホテルとしては察してほしいなっていうので、ね、俺初めての出来事だったので私がこう処分してからよかったんだけど。うん うん。で、ね、そ,うそ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 う。<laughs> そうなの、名残惜しかったから残ってそうそう。<laughs> <laughs> <laughs> 僕たちの可愛い子たちがね。<laughs> <の顔> <laughs> <laughs> 息子たちが。<笑><笑> <laughs> うん。だけど、俺でもこれ、あ、これ多分十回ぐらいネタで使えるなって思えた、ね。ああ、ネタっていう切り替えだ。ああ、その時は。強いわそれ。だからそのなんだろう。 掃除の人がこれを捨てていいのか置いといていいのかって結構迷ったと思うんだよ。<笑><笑>それを考えただけでもう笑い込み上げてきちゃう。確か,に確かに確かに。うん、で置いとくっていう決断をしたっていうのもまたおもしろい。<laughs> そうそう<笑><笑>だからその時は女の子とその話で盛り上がって最低とは言われたんだけどうん、うん、笑いながら話せて問題なかったんだけど結局そこで盛り上がって、うん、結論はその掃除のおばちゃんは考えすぎて忘れちゃったんじゃないかって。<laughs> <laughs> どうしようどう,、うんね、どうしますとか言って話してて「あ <laughs>、うん、でもそれはちょっとベルマンのなんか聞いてみたら?」とか言って「<laughs> でいやーでも恥ずかしくない?」とか言って <laughs> とか言ってる間に「でもそういえばさうち久々この前ヘッチしたのよ」と <laughs> かい話になっちゃって <laughs> で多分忘れたんだろう,いうあいいねあでもそれを多分なんか あとでこうフロントに電話してなんか部屋が掃除できてなかったとか言うと怒る人もいると思うんだよ。あやりがちなそっちの方が多いと思うなでも、うん。だからそこがやっぱりなんであ俺の方が悪かったら悪かったなって思いすぎるのも俺あんまりいいメンタルセットとは思わないのね。そうじゃないことまでそう思ったりするから。だからちょっと違う表現とか違う感情で受け止める俺の場合はそれはおいしいと思ったんだよね。 笑いに変えていくっていうことを常に心がけておけばいいのかなあ,あと、あんまあ、でもそだ、とかもだし、その嫌味を言われたときに、じゃあ、うん、あいつ、こいつはなんでそんなことを今日、俺に突っかかってくるんだろうっていうふうなところの視点で捉えたりとか。うん、ああ、推理小説みたいな。推理というか、なんだろうな、こう。うん もう一段階は深いコミュニケーションができるように。例えば、嫌みを言われた、怒っただと薄っぺらいじゃん。薄っぺらいね。嫌みを言われた、こいつなんでそんな嫌み言ってきたんだろう,うん、うん、っていうところを聞こう広げようとするともっと深いじゃん。はい、その人の嫌みを言ってきたやつの本質の話になってくるじゃん。そういうふうな、まあ、いろんな場面によって、もう一個オプションを増やしてあげたらいいと思うけどね。うん、確かにね、うん対。男性の場合、対女性だったらそういうのすごい起きえるもんね。いや、起きるよ。女の。えー 人なんててだだってあれだよ本当次なら OK だけど今日ダメだからお断りしたらもうそれだけでなんか落胆しちゃって <laughs> あ<ー>もう諦めちゃう,い,う <laughs> かわい,いな <laughs> うんが結構多いから、ね、やっぱりサポートしててもやっぱり、うん、多分それは急な誘いすぎた女の子も OK できなかっただけなんで次じゃあもう。 1一回誘ってるわけだから次会って出てきたらあのー、多分もうできますよって OK、うん、ってことですよって返したらなんかもう長文のごめんなさいラインを送っちゃってたりするのね、うん、あそんなつもりないのに誘ってしまって申し訳なかったですみたいなだからいやそこでやっぱり「え今日は無理」って言われたりこう「え うんって言われたときに、あ今日はなんだっていうところをちょっといやらしく返したりとか、余裕があれば、全然次あるのに、そこを押すか、も諦めるかしかないっていうところが痛くなんだね。やっぱそしがないんだ、うんうん、だから、その日、クロージングするっていう自分の目標しかないわけよね。 女の子からしたらあんた今日やりたいだけじゃんってなっちゃうじゃん。なっちゃうね。だから、そうそうそう。女の子体調変わるしね。変わるし、あとやっぱり一回ちょっと断ってみて、そいつの器を見るところって結構多いから。ああ、試して。癖ついてるよね、修正として。ついてる、ついてる、ついてる。やっぱ防御の人たちだもんね、お前そう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 。だナンパとかでも面白いよね。だから、最初に断って、なんか、えっと、本当時間ないから。 っって言んかあのー、そこでパッて引く人とかに対して「おもう引くんかい!」って,って<い>で <laughs> 結構思ってるからね <laughs> いると思うそれは。えってなるよね。うん、ああってなるよね。そうあと例えばお茶じゃなきゃいいのに例えばお酒とかご飯だったらいいのにい<あ>いからお茶かとか言っててそこに対して何も返せないっていうか他のことを。あ<ー>うん お茶かーっていうものに対して、え、お茶5分だけしようよって、またそれで粘っちゃうみたいな。ああ<ー>、<で>お茶を押そうとするんだ。そうそうそう,そう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 。なるほど。いい子になると、すごいわざとらしく、もう一回お茶かーって言うから、ね。<laughs> 言ってあげるんだ。 でもそこで読めないいともうこいつと遊んでも面白くないかららこ辺でもう大体いいどんな男でどういう話になってどういう通う展開になってどういうベッドに持ってってっていう分かるんだろうね。うん、分かるよかってんだろうね、うん。だって俺らだってそうじゃん。話うん、ちょっと話して,てやって噛み合わないと、うん、あこの人と飲んでも絶対つまんないな <laughs> 仕事だけの付き合いにしようとかなるじゃない。 結構その判断すること多いよね。多いでしょだから、でしかもそう,いうそう思われる人に限ってさ、ぐいぐいプライベート誘ってくるじゃん、読めないから。<laughs> そうそうそう。だから、なんかすごいご自慢のなんかいろいろ並べてくるよね。そうそうそう <laughs> なんかて。なんか、なんだろう、いいところだったら来てくれるとか思って、ね、っなんかね、うんうん、なんか知り合いが何々。そんなもう 会わない人と高級店なんかますます時間長くなるんだからマックの方がいいぐらいじゃん。だからそういう。そうですよね。会わない人ほどカフェ、気軽に行けるカフェから絶対そっちの方がいいよ。もう立ち話でいいのにさ。立ち話でいい。なんならもう今、今、今電話してもらっていいですよ。今、今、用件すまん、洗感じだよね。ああ、でもそっか。それでも怒りのコントロールってすっごいつながるね。 だとそっちが大事だと思うねータロかうん例えば例えばあの深呼吸するとか一泊置くとかそういうまあ基本的なねアングリーマネジメントみたいなあるじゃんあるねうんだあれってやっぱりばあれも大事なんだけど うん、だけど根本的な解決じゃないと思う。ないと思う。なんか沈め自分の本意で自分で沈めるってことだよ、ね、そ,そう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 。そこに怒りがなくしちゃうてう。かそ,そ,、うん、そこに対して怒るっていうことは収まってないから。はい、ない。うん、だから、それ、なんかまだその許容がキャパが小さいわけよね。あれ、で<も>なんか繰り返したら多分ストレスたまるよね。うん、そうそう、ストレスたまると思う、うん、絶対。だから、だったら選択肢を、感情の選択肢を増やして器自体を大きくしてあげた方が。うん 他のところに、こう、水が行くので。確かに、うん。怒りの種類をいっぱい増やすわけね。そう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 。<ー>怒りの種類というか、その、うん。怒りとかのせ怒り、感情の、感情をいっぱい増やすってうことですう。あ、そかそうか。うん。怒りっていう感情自体が、もう、それで、確かに、もう、薄まっちゃってなくなる可能性あるよね。うん、だから、うん、怒る時って、基本的には、誰かのために、怒る時じゃないかな。な選択肢として、正しいのは。 なんでこの人が怒ってるのかっていう、うん、何のために怒ってるのかっていう理由が明確で、うん、かつそれが第三者から見ても納得できる理由じゃないと怒っちゃいけないと思うね。例えば友達が恥をかかされてバカにされてるうん、うん、でそこで怒るっていうのはその友達のために怒ってるわけじゃんか、はい、そしたら怒られた方も納得すると思うんだよだからだけどやっぱり自分がちょっと恥 自分の自尊心を傷つけられたから怒るっていうのは、うん、相手からするとね、もう、なんか、なんだろうな、ああ、この人はへこへこされたいのねって思うだけじゃん。<laughs> 確かに。ああ、丁調に扱えて言いたいのねいああ、アピールみたいになっちゃうね。そうすると、なんか、じゃあ、じゃあ、もっとメリットを起こしなさいよってなっちゃうじゃんうん。すあ。 やっぱ子供っぽいね、そう、なんか掃除で考えると。怒りやすい人はね、怒りっぽいうん、ほ、うんと子供っぽい。感情、マイナスの感情を持てんだす人っだと思うよ。うん、いやー、もうこれから怒ることないでしょうね。<laughs> 岡田さんね。これ <laughs> まあまあまあそうですね。誰かのために怒こること以外はなくなると思います。怒る,るというか、<ー>声を荒げるという。声を荒げるっていうのは、矢口さんのために声を荒げることはあるかもしれませんよ、ね。いやいや、俺はそれ求めてないんでね、うん、こっちいや,いやいやいや、もう求めさせるところまで行くかもしれない。<笑><笑>怒られたいって。<laughs> 叱られたい。叱られたい,い。叱られたい。られたいっていところ。<laughs> いや、でも難しいよねその。俺と矢口さんとかで叱るっていうのは小こがましいだと思うんだよ。 まあでもなんかこの対等な立場で叱るっていう、指摘もやり方あるけど、なんかもうこの年になるとなんか声を荒げてやってること自体がなんか負けてる感じ、そうなんですよ。そこなんですよ。で、いやほっとそうなんですよ。だからそこは本当あの欧米のこう欧米の人って結構嫌味で嫌味を嫌味で返すじゃい。ああいうのを覚えた方がいい。ああそうだよね。シニカルトークっていうのをなんか。そう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 。 例えばなんかうわーって言われた時に「おー」って言うだけで結構相手は負けた気するからはははいはい、はい、うん、あ俺の方が力んでるんだみたいな。うん分かるわ。うんあるよね、うん。だからそういう方がいいと思うよ。ね。うん、あんまり大きな声出す人で ね、なんかこう、うん、魅力的に大きな声ってそ,そういう意味の大きな声じゃなくて魅力的にあんま映らないもんね、うん、だってそれそれでしか感情表現ができないってことだから、うん、なんなら怒ってる俺かっこいいだろくらい思ってる人いるもんねいやたまに今時いるよね、えー、ててまだまだいるよねいるねうんあ,あの頃の時代ってのはやっぱ世の中も うんうん、例えばヤンキードラマがは行ったり薬剤、はいはい、映画が流行ったり怒るっていうのがステータスみたいな時代はありましたよ確かに男らしいみたいなそうそうそう、うん、だけどみんなだんだんこう精神的にも大人になってってうん、うん、でそこのとこに取り残されてる人はいますよねいるねああそっか昔の栄光ってなかなか消えないもんね、うん なんかね、それにやっぱそれも感情の種類だよね。そそうう。当時のあれに浸ってるって感じそこから増やしてないっていう感じで。コロナ禍で大声で怒ってたってもうバカの極みですから。うまいよね。もう近寄りたくないよね。ほんとに。突っ張ってほしい。私は逮捕されるんじゃないですか、今の時代。いや、もうありえるよね。ううん。ん。ああ。病原菌だもんね、そういうの。病原菌、本当菌、ほんに。いや、あの、わかりました。 今回聞いて分かったのは喜怒哀楽とか少ない感情だけ持ってる人、はい、もう全て損するっていうことでいいですか結論うんあのいろんなオプションを持ってた方がいいってことですねうん、うん、あの楽しませることできるよね感情多いと幸せにすることもできるしで怒り悲しむようへこむとかそういうのってネガティブな感情って何も生まないので基本的に生まないよねはい そ,のうん、そういういことですね怒りとかんあの特に悲しいとかが生まなければ人、うん、非行になることあんまないんじゃないですか、うん、だから自分に対して怒りが湧き起こるとかはいいと思うの。奮い立たせるっていうとい、ね、うん。そう,<ー>そういうの場合は自分の中でとどめるものだからそこはそれをその気持ち悲しいとか起こる自分には腹が立つっていうのをうん、うん、しっかり認識して、はい、気持ちを練って。 それをエネルギーに変えることはできるんだけどでもだからといってその自分に対して腹が立ってる状態だからといって,言ってあ他の人に当たるとかうん、うん、そういうのは違うから寝てた気が出てっちゃうしそこで解決しちゃうからあ<ー>、うん、自分に対して怒りが生まれた時は今度はそれをエネルギーにしなきゃいけないから <laughs> そこで人に当たってるとそのこの逃がしちゃうよねそうだね。 なんか俺すごい今怒ってる人見たくなったなああ、なんか<今>あの,ー、の多分それ分かりますね俺俺があのー、結構むち打ちの人見ると嬉しくなっちゃうのと同じ <laughs> うん。そうなんだ <laughs> そういう劇なのそれ <laughs> <laughs> なんで、背景が面白い。から <laughs> 僕、あの、むち打ちになってる人と、あと、歯に口べりついちゃってる女の子。<laughs> <laughs> この辺見ると、僕、本当嬉しくなっちゃう。んなんか、ああ、どじっちゃったね。<laughs> <laughs> そういうことか <laughs>。え <laughs> なんか、それと、街中で怒ってる人は、なんか、近い感じが。ある <laughs> あ、なんか、大声出ってる人、面白いよね。<laughs> い,いや、まさに野獣馬ですよ、野次馬。<laughs> <laughs> <laughs> あちょっと怒ってる人探しに行くんでああすいませんすいません申し訳ないそんなそんな怒って言わなくたっていやいや怒ってないですよまだそんな言感情がもう入り乱れてるいや今回のはすごい気付きになる人いっぱいいると思う本当ですかこういうのどんどん表に出していった方がいいんじゃないいやいやですもっともっと顔も出してやだだつってんだろ 簡単だない、ありがとうございましたありがとうございましたご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします